笑っていいとも in 花巻。さて、今日から始まりました特別企画、笑っていいとも in 花巻。この友は友達の友です。花巻商工会議所と FM1 が協力して行うコーナーです。今日のゲストに次のゲストをご紹介いただくという形で、花巻の友達の輪広げていきたいと思います。今日のゲスト、記念すべき第1回目、株式会社サンクリーン代表取締役の上田統一さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ようこそこのスタジオにお越しくださいました。上田さんのお名前、統一さん、東に漢数字の1、珍しいですね。親父に聞いても、なんで統一なのかってのはよくわからないんですけども、はい、なんかじいさんが物事は東から始まるっていうわけのわからないことを言ってつけた名前らしいです、はい。あら、まあ、太陽もね、東から昇りますし、縁起のいいお名前ということでしょうか ね、はい。さて、おちょっと今いい曲がね流れてきましたけれども、これはプッチーニのオペラトゥーランドット、誰も寝てはならぬ、はい。これ実はですね、上田さんのリクエストなんですよね。そうですね、はい。どうしてこの曲選ばれたんですか？いや、私至って無趣味でして、はい、今の楽しみってのは犬可愛がるとか、まあ、庭をいじったりするとかいうことはありますけれども、その他には BS 放送の音楽番組を録画してベッドで本を読みながら、まあ、聞くというようなことがあります、はい。私音楽は全く詳しくないんで、とても趣味と言えるようなもんではないんですけども、はい、それでもオペラの番組ってのはよく録画して聞いています、あ、そうですか、はい。ただ録画したのを本読みながら聞いてるとオペラのストーリー全然わからないんで、両方ストーリーがそれぞれありますからね、わけわからなくなりますし、はい。じゃあ本読まないでオペラだけ一生懸命聞こうとすると、どうも聞いてるうちに寝てしまうというようなことで、最後まで聞くって実はあまりなくて、ディスクたくさん録画してるんですけども、はい、本じゃないんですけども積んどくみたいな、積んどくに、そういう状態になって どんどん溜まっていったりしますよね。そうですね、はい。ただ、まあ、やっぱり楽しくて最後まで聞くっていうのもありまして、はい、特にニューヨークのメトロポリタンオペラ劇場ってあるんですけども、そこで録画されたトゥーランドット、はい、この曲ですけども、これ音楽も綺麗ですけども、まあ、舞台も豪華で綺麗で、これは楽しくて何回も何回も繰り返して聴いてます、はいはい。お気に入りのオペラなんですね、はい。この曲っていうのはトゥーランドットの中でも一番有名な曲で、はい、皆さん記憶あると思いますけども、イタリアのトリノオリンピックで、はい、荒川静香が金メダルを取った時に流した曲ですね。懐かしいですね、今日の歌はですね、ホセ・カレーラスが歌っているんですけれど、いいですよね。いいですよね、はい。ホセ・カレーラスってなんか力強いっていうより、こう綺麗な声で歌うんで気持ちよくなりますよね。ねえ、ですね、うっとりしますよね、はい。まあ、荒川静香さん、演技が素晴らしかったということで金メダルを取ったと思うんですけども、まあ、イタリア人はこの曲大好きということで、はい、地元の人たちが好きな曲流したっていうんで、その曲もやっぱり良くて金メダルに結びついたんじゃないかなとちょっと思ってます、はい。こんな素敵な曲をリクエストしてくださった上田さんですが、今日のテーマについてもね、ちょっとお伺いしたいなと思うんですが、今日のテーマ、雨というと思い出すことは何でしょうか？私学生時代山登りのサークルに入ってまして、はい、まあ、山行くと雨に降られたりっていうこと結構ありますけども、はい、一番強烈っていうか懐かしいっていうか、そういう思い出あるのは、大学卒業しまして、社会人1年目の時に大学の先輩と4人で北海道の日高山脈に行って登った時に降られた雨ですね、はい。実は日高山脈ってのは道がないようなところで、ヒグマもたくさんいるっていうところで、うわで、やぶをこいで、はい、一生懸命こいで何日もかけて稜線に登るっていうところなんですね、はいはい。で稜線に登ってテントを張って寝たら、夜中に大雨が降りまして、うわ大変ですね、うん、はい。テントの中水浸しになったんですね、はい。でその時先輩たちは寝袋の下にエアマットっていうんですけども、はい、空気袋を敷いてまして、それでまあなんとか寝てたんですけども、はい、私実は社会人1年目でお金がなくてですね、
札幌までの飛行機代払ったらエアマット買うお金なくて、あら、はい、そういうことで水浸しの中で寒さに震えてたんですね、はい、そしたら横にいた先輩が、上田お前俺のエアマット半分使っていいからこっち来いって言ってくれまして、はい、うん、まあ地獄に仏だなと思ってそっち行こうとしたら、もう一人の先輩が、上田お前エアマット持ってこなかったのでだから我慢しろっていうふうに叱られまして、飴と鞭ですね。そう、はい、そしたら優しい方の先輩が、はい、お前お金なくてエアモット買えなかったんだろう、いいから使っていいよっていうふうに言ってくれまして、ええ、まあその先輩と体をくっつけ合いながら二人でなんとかエアモット使って寝た、はい、そういう思い出あります。忘れられない思い出ですね、去年その方花巻に、そうなんです、はい、その方財務省の財務官されている玉木さんという方で、はい、去年商工会議所に講演に来てくださいまして、まあ、数年ぶりにじっくりお話したんですけども、まあ、人柄変わらないな、優しい人だなと思って非常に楽しい、はい、ひとときを過ごしたというか、うん、いい思い出にまたなりました、はあ、今もつながっているわけですね。そうですね、はい、さて笑っていいとも in 花巻、この時間株式会社サンクリーン代表取締役の上田統一さんにお話を伺っています。今日も街中でも車を見かけましたが、会社のご紹介改めてお願いします。はい、私どもの株式会社サンクリーンは、花巻市、特に旧花巻市を中心にゴミの収集をさせていただいている創業35年の会社です。まあ、市民の皆様一人一人がお客様ですので、社員には挨拶をきちっとして礼儀正しく接するようにというふうに指導しています。はい、まあ、至らないこと多々あると思いますので、ご注意いただいたことはすぐに朝礼などで社員に伝えて指導するようにしています。はい、何かありましたら匿名でも結構ですので、ぜひご連絡いただきたいというふうに思います。はい、挨拶をきちんと礼儀正しく接するように。そうですね、そういう指導されていらっしゃる上田社長のお好きな言葉、座右の銘をちょっとね伺ってみたいなと思うんですけれども、いかがでしょう。座右の銘というほど立派なものはないんですけども、はい、まあ、好きな言葉としましてですね、はい、山口の高村山荘で7年間独居生活を送った高村光太郎が今の西南中学校の前身の太田中学校に送った、心はいつでも新しく毎日何かしらを発見するという言葉、この言葉好きな言葉です。心はいつでも新しく毎日何かしらを発見する。はい、はい、高村山荘っていうのは私も子供の時に遠足などでよく行って知ってますけれども、その頃は偉い彫刻家で詩人の高村光太郎がなんでこんな粗末な小屋に住んだのかなんて考えたことはありませんでした。はい、だけども6年前に花巻に帰ってきまして、高村山荘はサンクリーンのそばにありますんで、ちょっと寄ってみたんですね。はい、で高村山荘だけ見てすぐ帰ったんですけども、その時にふと、あ、こんな粗末な小屋に住むっていうのはこの人自分を罰するために住んだんじゃないかなっていうふうに、その時ふと思いました。罰するために。はい、はい、で私実は全く知らなかったんですけども、はい、後で本を読んだりしますと、高村光太郎は戦争中戦意高揚のために戦争協力書をたくさん書いた、はい、それで戦後それを深く反省して高村山荘にこもったというようなことを言ってる人がいます。はい、で私なんかは戦争の時に自分の祖国を応援するっていうのは当たり前のことだから、別に高村光太郎悪いことしたわけじゃないよなっていうふうに思うんですけども、まあ、高村光太郎繊細な心を持つ詩人だということで、あるいは自分の詩で若者は戦場に行ったというようなことを深く後悔して、まあ、そういうこともあったのかなっていうふうに思います。はい、今現在の西南中学校の精神科として、この心はいつでも新しくという言葉使われているみたいですが、はい、そうですね、ちょこっと歌ってくださるんですか。いや私音痴なんでですね、歌うの苦手なんですけども、じゃあ、そこだけ、はい、心はいつも新しく、まあ、そういう
曲ですね。あ、じゃあ今もその心が受け継がれているわけですね。そういう学校の信条にしているようですね。あ、そうですか。はい、楽しいお話伺っているうちにあっという間に、ね、時間が、ね、経ってしまいましたけれども、実はこの時間帯いつも花巻物知り検定ということでクイズを出していただく時間帯なんですが、せっかくお越しいただきましたのでクイズお願いいたします。はい、それでは宮沢賢治が設計した日時計は現在花巻温泉バラ園と宮沢賢治記念館の近くのポランの広場に復元されており、市民や観光客を楽しませています。宮沢賢治の日時計のように華やかなものではありませんが、自分の住まいに日時計を作って利用して花巻にゆかりの偉人がいます。その日時計を作ったのは次の3人のうち誰でしょうか。1番新渡戸稲造、2番高村光太郎、3番よろず鉄五郎。はい、自分の住まいに日時計を作って利用した花巻ゆかりの偉人誰でしょうか。1新渡戸稲造、2高村光太郎、3よろず鉄五郎。皆さん答えこれだと思ったらファックス0198233666、メールの方787@fm-one.net までぜひ送ってください。さてこのコーナー笑っていてもいい花巻、どんどんお友達の輪広げていきたいと思いますが、次にご出演される方のご紹介お願いします。はい、株式会社中央コーポレーション代表取締役社長佐々木文明さんをご紹介いたします。はい、佐々木文明さんは花巻の若手経済人のリーダーの一人で、花巻商工会議所では常議員地域開発委員会副委員長としてこの笑っていいともイン花巻を企画立案した責任者です。まあ、このような企画立案をした責任を取っていただくということで、はい、来週6月30日にご出演いただきたいと思います。はいはい、責任を取っていただくということで佐々木文明さん来週お待ちしております。さて今日のゲスト株式会社サンクリーン代表取締役上田統一さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。